今日はカレーを作りたいと思います。私のカレーは、鶏肉、そしてエビとホタテ、ルーはジャワカレー使います。中辛です。あとはすごいナスが美味しそうだったんで、ナス入れてきます。ココナッツミルクを使います。シーフードココナッツカレーです。私半分に切ってからこの皮むくっていう。切りました。じゃあ続いてナス切ってきます。このナスは輪切りで細いね。あー、なんかこれ切ってたらラタトゥイユも食べたくなってきたな。夏になったら野菜たっぷりラタトゥイユも作りたいと思います。まずは定番料理からね、作ってきます。洗ってきます。もう今日はね、皮ごといっちゃいましょう。もう今日はね、皮ごといっちゃいましょう。今日はあの観客にミルクがいます。ミルクポンもね、最近ね、YouTube 撮影に慣れてきてね、一緒にこう、見ててくれてます。最初は何してんのって思ったよね、ミルクポン。まあね、今日はね、これよ。お肉を切っていきたいと思います。何カレーが好きなのかな、みんな。ちっちゃい頃、お兄ちゃんが星の王子様のカレーの甘口を作ってくれたんだけど、ちっちゃい頃から辛口が好きで私辛口がいいってなって、それからね、末っ子だったけど、みんなと一緒に大人のカレーを食べるようになりました。
今日は大人のカレーです。炒めていきたいと思います。玉ねぎから炒めていきます。他の野菜も入れてきます。このハーブ塩ちょっと入れていきます。これもね、外国に行った時に買って、まだ使ってます。うん。うん。お水入れたいと思います。続いてお肉入れたいと思います。鶏肉好きだからね、いっぱい入れちゃう。続いてエビさん入れてきます。エビ大好き。ね、続いてホタテ。ホタテ？ホタテ？ホタテ？ホタテか。ココナッツミルクとルーを入れてきます。はい、最後にルー入れていきたいと思います。はい、うわ、めっちゃいい匂いする。なんかチョコレートみたい。OK、入れました。煮込んでいる間にピクルスを切っていきたいと思います。なんか開かない。いや、開かない開かない開けてよし、このピクルスをつまみ食い。おいしい。よし。なんか男の人が、男の子が女の子に作ってほしいランキングっていうのをちょっと調べてみたんですけど、あ、1位はハンバーグだったんだ。で、2位がカレー、3位が肉じゃが、5位が唐揚げ、6位オムライス、7位がシチューとかだったんですけど、はい、もうね、シチュー以外は全部作りましたっけ。あ、オムレツも作ってないか。オムライス次、じゃあオムライスだね。あとね、変わったランキングではね、豚汁とかもあったな。でも冬だよね、豚汁って。どうかな。何作ってほしい。何かな。たまに、あとね、変化球でいくとタコスとか美味しいよね。タコライスとか。あと何かな。あとは、麻婆豆腐とかもね。こんな感じ。これをカレー食べるときに一緒に食べてきます。うん、
このゴールデンカレーをルー足していきたいと思います。なんかいろんな種類のルーを入れるとなんか味に深みが出るって、あの市販でもメーカー変えたりすると味に深みが出るってママが言ってました。もうすぐできるよ、待ってて。うん、おいしい、うん、入れていきたいと思います。エビちゃん、あとはホタテ、はい、出来上がり。これよ。はい、できたよ。よし、食べよ。はい、一緒の乾杯。おいしい。食べてみて。いただきます。じゃがいもホクホク、おいしい。おいしい。